目指せ年内1000人登録。イエーイ。なんとこの挑戦がですね、はい、12月の9日に達成しました。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでですね、うん、あのお約束してました、年内に1000人行きましたら、はい、年賀状を青空ワッペンから直筆で送らせていただきますというお約束をぜひ果たしたいと思います、はい、そこでですね、あのご希望の方にはまず名前とご住所を教えていただきたいと思います、うん、でその名前とご住所をぜひこちらのアドレスまで送ってください。皆さんの大事な情報は大事に大事に保管させていただきますので、はい、私たちが住所で書くときだけにまずは使わせていただきますのでご安心ください、こちらの住所に12月の25日を締め切りとさせていただきます。その日までに年賀状ご希望の方は年賀状希望を住所名前を書いてください、はい、青空ワッペンから、年賀状が1月に届くと思います。ちょっと今年は年賀状を出せないわっていう人がいたら、あの寒中見舞いとしてお出しもしたいと思いますので、はい、そういう場合はちょっとね一言添えていただけたらと思います、皆さん本当に、ご登録ありがとうございました。そしてこれからもどうぞよろしくお願いします。皆さん良いお年を。待ってるよ。